橋本×ナザレンコ、橋本市ありがとうと締めに入るも第2ラウンドを開始。北海道楽しんでる県はでご紹介した橋本徹氏とナザレンコ氏のツイッター論争。どうやら終止符が打たれたようです。戦闘員よりもはるかに多い一般市民の退避は国家の最大の義務。その上で戦闘員による戦闘、一般市民の犠牲は仕方がないと安易に絶対に言ってはいけない。こちらを引用リツイートしてナザレンコさんが反論します。一般市民の犠牲は仕方がないと安易に絶対に言ってはいけない。こんなこと言ってる人を見たことがありません。橋本さんの周りにいるのでしょうか。ロシア軍による虐殺を防ぐべく支援拡大してくださった米国に感謝。とのことです。一般人の犠牲は仕方ないと言っている人、確かに橋本氏以外に私は見たことがないです。ナザレンコさんの北海道行きツイートにすら反論してきた橋本氏。このツイートから3日経っても返事はありません。ナザレンコさんは橋本氏だけに飽き足らず、鈴木宗男議員にも言及していきます。鈴木宗男と橋本徹の発言が維新の支持率に悪い影響を与えたと見る人が多いです。参院選が心配です。こちらを足立議員が引用リツイート。支持者の皆様には申し訳ありませんが、それを含めて日本維新の会です。参院選に向けて私も全力で戦い抜きます。こちらをさらにナザレンコ氏が引用リツイート。日本維新の会は質問しただけの丸山穂高さんを含んでいられず、一貫して虐殺者側に加担する鈴木宗男を含めているということですね。党の立場は違います。鈴木議員が個人見解を述べているだけです。誤解しないでください。ではないわけですね。ウクライナ問題に関して、日本維新の会が党として表明している立場は正しいと思います。でも、酔っ払った時に失言こぼすことと注意を受けても、冷静かつ計画的にいろいろな媒体で侵略国家による虐殺の正当性と受け止められかねない発言を繰り返すことのうち、より処分に値するのは後者でしょう。とのことです。ここまでは議員名や党名を出して批判されています。問題を解決するために制裁ではなく話し合いが必要と言っているある親ロ派議員は数十年前からロシアと話しているけど、領土問題を解決できていないばかりか、日本のお金が持っていかれた上、ロによる実効支配が強まったのみ、失敗から何も学べない人なのか、外交を失敗させるのが任務なのか、とのことです。こちらのツイートは憶測が多いからか名指しを避けています。ツイッターは140文字の制限があるため、名指しツイートと示唆ツイートの使い分けが自然にできるようです。足立、ゲバラさん、足立で一定の会話が成立していたはずなのですが、ナザレンコ・アンドリーさんが加わって、その煽り方に残念な思いが募る。この会話成立してますかね？ナザレンコさんには私の最初のツイートをご確認くださいとしか言えない。最初のツイートというのはこちらです。日本維新の会は日本政府の立場、林外相の答弁ラインを全力で支持していきます。他方、鈴木宗男議員の発言権も全力で擁護します。私たちは共産党ではありませんので、議員の発言権は尊重します。党として金融緩和の継続を強く求めていても、引き締め論を展開する同僚議員の発言を禁止しないのと同じです。とのことです。ただこちらのツイートにも丸山さんとの違いは何？という質問は来ています。じゃあなんで丸山穂高はクビなんだ？丸山穂高の時とはえらい違いだな。やっぱり維新は進路と思われても仕方ないね。野党第一党になっていただきたいだけに残念です。とのことです。ここに一貫性がないと感じる一般人や支持者は多いように感じます。足立さんはこのように締めくくられています。鈴木宗男議員は松井代表と話した上で、討議には賛成し、慎重に発言するよう注意を受けています。橋本さんは今は党と全く関係ないので、そのご発言も党とは無関係ですが、元代表という歴史にはみんなが敬意を持っています。そうした全てを含めて日本維新の会だという意味です。念のため。とのことです。討議には賛成し、個人の発言は自由にというのは他の党も同じなので、私はさほど気になりません。でもやっぱり丸山穂高さんには冷たかった印象は残りました。違いは何でしょう？お酒でしょうか？今後維新の議員が泥酔失言した際の対応は厳しいものになるということでしょうか？健川君はお酒ですぐ失敗するから、医師にいたら即刻クビだよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。